PCC カー PCC カーこの項目ではアメリカやカナダなど世界各地に導入された高性能路面電車車両である PCC カーのうちペンシルバニア州ピッツバーグに路面電車の路線網を有するアレゲニー軍港湾局がかつて所有していた車両について解説する同事業者の路面電車部門の前身であるピッツバーグ鉄道によって1936年から 営業運転に投入され、以降600両以上という大量導入が実施された、ほか、1999年に引退するまで60年以上に、わたって、現役を維持し続けていたことで知られている。PCC カーは、急速に進むモータリゼーションへ対抗するため、北米各地の路面電車事業者や、鉄道車両メーカーなどが共同で開発した、男性車輪や、 直角カルダン駆動方式、流線型の車体などの最新技術が多数導入された高性能路面電車車両である。1964年までピッツバーグ市内に路面電車網を有していたピッツバーグ鉄道も PCC カーの開発に参加した事業者の一つであり、1930年代時点で存在していた68の系統すべてを近代化するべく大量導入の実施を 決定した。最初に導入された車両は100という車両番号が付けられ1936年8月から営業運転に投入された。これは同時期に PCC カーが導入されたニューヨークのブルックリンクイーンズ交通よりも早く、ピッツバーグは PCC カーが営業運転に投入された最初の年となったこれ以降。 同鉄道には1949年まで継続して PCC カーが導入され、それまで使用されていた旧型電車を置き換えた。大半の車両は戦前型とも呼ばれる側面一枚窓の車体形状だったが、最終増備車となった1949年製の100両は上段に H ゴムで固定された立石窓が側扉として設置されていた。その中で、 1945年に製造された1600は、従来圧縮空気が用いられていた、ドラムブレーキや自動ドアの開閉、ワイパーの稼働を電気式に変更した、オールエレクトリックと呼ばれる方式の試作車として製造され、この構造は以降製造される PCC カーの標準仕様となった。また、一部車両については、 台車の変更や交換を実施した上で、ピッツバーグ鉄道の郊外路線である、ワシントン線やシャルルロア線で使用された。製造メーカーは全車とも、セントルイスカーカンパニーであった。ピッツバーグ鉄道に導入された、PCC カーの数は、合計666両にも及び、トロント市電の765両、シカゴサーフェスラインの683両に次ぐ3番目に、 多い導入数を記録した。ただし、トロント市電導入分には、他都市からの上渡車両も含まれており、新造車両数に限れば、シカゴサーフェスラインに次ぐ2番目の多さとなる。以下、導入年と車両番号を記す。1949年に全車両の製造が完了し、全666両が揃った PCC カーであったが、 その3年後となる1952年以降、ピッツバーグ鉄道の路線網はバスに置き換えられる形で縮小を始め、多くの系統の最終列車に PCC カーが使用されることとなった。1964年にピッツバーグ鉄道をはじめとしたピッツバーグの公共交通が公営化され、アレゲニー軍港湾局に運営権が移管されて以降も路線縮小の流れは続いた。 その結果1961年に試作車の100が廃車、解体されたのを皮切りに PCC カーの廃車が急速に進み1972年時点で残存していた車両は95両にまで減少した。またこれらの車両についても増収を目的に広告電車への塗装変更が進んだ。一方、同事業者では1971年に2両の PCC カーへ 全面形状の変更や塗装変更を伴うリニューアル工事を実施し、1972年7月26日から営業運転に投入した。また、これとは別に1981年からは最終増備車を対象とした大規模なリニューアル工事が実施され、制御装置や制動装置などの主要機器が刷新されたほか、車内も照明の交換をはじめとした。 改良工事が行われた。また終電装置も試作車を除いて、ポールからシングルアーム式パンタグラフに変更され、一部車両は下取り用として、車体前方にもパンタグラフが増設された。計画では45両が更新対象だったが、実際は予算の関係で12両のみが対象となり、これらの車両は車両番号が4000番台に改められた。加えて、 車内証明など一部の更新が行われなかった車両も4両存在しており、これらは元の番号を維持していた。以上のリニューアル工事はアレゲニー軍港湾局の自局工場で行われた。アレゲニー軍港湾局で最後まで使用されていた PCC カーは、この1980年代に更新工事を受けた車両であった。当時同事業者では、 路面電車網のライトレール化を進めており、市内中心部の路線の地下化などの工事を経て1985年に大部分がライトレールとして再開業しが一部区間はその後も従来の路面電車規格のまま残存した。これらの区間ではライトレール用の大型車両の導入が困難であったことが PCC カーの使用が継続した要因である。だが、 それ以降も PCC カー使用区間のライトレール化や路線自体の廃止により PCC カーの運用範囲は縮小し最後まで使用されていた 47D ドレーク線が廃止された1999年9月4日をもってピッツバーグ市内の PCC カーの歴史は幕を下ろした使用期間は63年にも及び世界で最も長期間にわたって PCC カーが 営業運転に使用された事例となった。廃車後は多くの車両が各地の博物館へ譲渡されており、1953年のワシントン線の最終列車に使用された1711や1999年の PCC カーのさよなら運転に使用された4004シーショアー路面電車博物館の収蔵車両の中で初の PCC カーとなった1440など、 胴体保存が実施されている車両も多数存在する。また、サンフランシスコの保存路面電車系統である F ラインでは、南東ペンシルベニア交通局から譲渡され、胴体保存が行われている PCC カーのうち1両がピッツバーグ鉄道の塗装をまとっている。ありがとうございます。